フロリダ諸島の戦いとは、太平洋戦争中の1942年8月7日から1942年8月8日の間に、フロリダ諸島内の津波島、ガブツ島、タナンボゴジ島で行われた日本軍守備隊と米軍との間の戦闘のことである。日本軍は、1942年4月23日に、ニューギニア島東南岸のポートモレスビーを回路攻略する。 作戦命令を発令した。この作戦には、攻略部隊が乗船した船団の輸送路を水蒸気で紹介するために、つらぎに基地を設営することが含まれていた。つらぎの攻略に当たったのは、クレ第3特別陸戦隊を主力とした部隊であった。クレ第3特別陸戦隊は、トラック島で作戦準備を行い、島清日で少々指揮する駆逐艦、菊月、 夕月、嫌い不せ艦沖の島、光栄丸、東山丸からなる、南洋部隊に輸送され、1942年5月3日、未明、津良木島、ま、仏島、多南ま、た島に上陸し、同日中に3島を無血占領した。占領と同時に、基地の設営作業が開始され、この日の夕方までに、オーストラリア軍の設備を回収して97、式飛行艇6機、 定式水上偵察機6機分の基地設営を完了し、3機の大艇が同日中に、津波地区に進出した。しかし、5月4日に、米空母、ヨークタウンを飛び立った艦上機が津良木地区に来襲した。この攻撃により、駆逐艦菊月、第1、第2総海特務艇、補給艦、玉丸が撃沈され、日本軍の水上基地は破壊された。 その後復旧作業が完了し、7月上旬に再び、この地域に進出した横浜海軍航空隊は、タナンボゴ島を拠点に紹介任務に当たった。1942年7月2日、米軍は、対日反抗のため、ウォッチター作戦を発動し、まず、スラギの攻略とサンタクルーズ諸島への進出を8月1日に行うことにして、その準備を開始した。 この準備中にガダルカナル島で日本軍が建設中の飛行場を発見したためガダルカナル島の攻略も同時に行うことになったガダルカナル島が追加となったのでその準備のため作戦の実施は少し遅らせて8月7日に決定された契約1100名契約8000名米軍の偵察機によって撮影されたガブツ島とタナンボゴ島右側の島がガブツ島で 左側の島型南北五島である。1942年8月6日午後10時、ラバウルから異常電波傍受の知らせを受けた横浜海軍航空隊は大抵の発信時間をいつもより繰り上げ、その発信準備にかかった。そして翌7日午前4時10分、発信準備を終えた大抵はいよいよ離水を開始しようとする。しかし、その瞬間に、 米関西機約10機が来襲。白地の大帝は全滅し、フロリダ島の水上戦闘機体も同じ頃全滅した。午前7時過ぎに第二波の空襲を行った米軍は、午前9時に上陸用終艇約100隻をフロリダ島の湾に向け発進させたが、途中で引き返して午前10時にガブツの東岸に上陸した。ガブツの守備隊には武器がなく、 タナンボゴからの援護を受けたものの、同日中に占領された。午後9時、米軍はタナンボゴの北側から6隻の上陸用集艇で、進撃を開始した。しかし、進撃の途中に、陸岸から50メートルほど先にあるリーフに、戦闘艇が座礁し、これを見ていた日本軍守備隊はこの集艇を襲撃した。この攻撃に驚いた米兵は慌てて後続艇に乗り移り、 撤退した。この攻撃により、米兵十数名が戦死し、日本軍は終点に置き去りにされた機銃を露覚した。翌8日午後3時、米軍はガブツとタナンボ号をつなぐ土手図体に進撃を、開始した。米軍は、日本軍陣地の200メートル手前まで進撃するも、日本軍の抵抗に合い交代した。午後4時、米軍は、 兵員輸送用の水陸両用車両2両を持って、多南ボ後に上陸を試みた。これを見た日本軍守備隊、約50名は LVT に駆け寄ると、天輪とキャタピラの間に、鉄棒やコンボをこじ入れ LVT の動きを止め、ガソリンをかけて、トラクターに火を放った。これにより2両の LVT は炎上したが、ガブツからの機銃弾により、日本兵42名が戦死した。午後5時。 米軍は、タナ南ボ五島の全面500メートルの至近距離に、軽巡洋艦一隻、駆逐艦二隻を進出させた。三隻は一列に並び左方線の体形を取ると、タナ南ボ五島に対して、艦砲射撃を開始した。この砲撃により、日本軍守備隊は三名を残して、全員玉砕し、司令の宮崎大佐は、号内で自決した。この砲撃の後、 米軍は同等に上陸し、無血占領を果たした。日本側の生存者は、フェザーストン事件に遭遇した。ありがとうございます。